気がついたら今僕はここにいた。四国のですね、高知県。お前さん草飯食っとるか。食っとるよ。大杉という駅にですね向かっているんですけども、まあ比較的近いんだけど、途中の上り坂もあるかもしれないですね。大杉まで16キロですね。まあだいたい1時間ぐらいで着くと思いますけどね。元山町に入っていきますという感じでですね、土佐町、元山町とね自転車移動しております。ダム湖が見えておりますね。そしてちょっとしたね上り坂なんかも登ったりなんかして、おー東洋町、大東洋町に入っていきます。大東洋町でございます。高速道路は愛媛県の方に行くんだけど、鉄道は徳島県の方入っていくんで、その間にね大きなトンネルがありましたね。そして大杉町に到着、大杉駅ですね。そして土産線に乗って高知方面に乗っております。なんていうかね、今回訪れたのは高知県の北部なんだけども、四国の地図を見ていただくと分かるように途中細くなっているところがありますよね。南北にね、まあウエストみたいな感じのその中心のようなね、まあ四国の心臓部っていう感じでしょうかね。そこのところにバスで行って自転車で降りてきて、そして土産線に乗っているというそんな感じでございますね。気がついたら今僕はここにいた。